い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。みさこです。久しぶり。季節はすっかり10月になってしまいました。いやもうね、 YouTube 上げられなくてまず本当にごめんなさい。タイトルとかサムネとかでお分かりかと思うんですが、まずはこの夏の活動報告かっこ YouTube 上げられなかった言い訳タイムからスタートさせてください。まずこの夏なんですけど、とにかく忙しかった。リアルナスゲームを運営している株式会社スクラップのオンラインサマーフェスティバルの方でいろいろ関わらせていただいていて、ドーンってドーンってきました。まず関わったのが あるな、これ、はい、本物、忘れ物探偵と消えた少女、これですね。世界初、自宅に届く証拠品をもとにあなたが真相を解明するリアルラスゲームということで、これの映像制作を担当させていただいてました。デバッグの時やっただけなんで、ちょっとこれはやらなきゃなと思ってるんですけど、概要欄にリンク貼っておくんで、じゃあやってみてください。あとはオンラインサマーフェスだとオンラインパパラッチトレンド1、ありがとうございます。インサイドシアターというスクラップの中でもリアル脱出ゲームではないものなんですが、オンラインパパラッチに関しては、ツイッターでも言ってるんですが、監視カメラの映像の制作、撮影、編集とか、あとは視界周り解説とかの確認だったりとかもさせていただいたりとかしておりました。映像の編集をずっとしているとですね、YouTube の編集はできませんでした。もっとなんか9月とか8月とか上げたかったの、上げたかったの。はい、これハイパー言い訳タイムですけどね。上げたかったんですけども、無理でした。こう編集しててね、書き出しすると、もうね、私のパソコンさんね、ってなるからね、もう何も動かなくなるんですよ。それを改善するためには、私は今 iMac を買おうと思っています。言い訳の解決方法は、iMac をお迎えすることだと思っています。これ9月20日にオンラインサマーフェスの、私がかかっているものだと最後のそのオンラインパパラッチだったんですけど、その直前に9月17日スタートでやる脱出ゲーム原宿店ソードアートオンラインとのコラボレーションですね、アインクラッド第72層からの脱出、こちらの司会演出もやらせていただきまして、なんかそこら辺がもうなんか記憶にございません。なんかわーって ずっとわーわーしてました。どれも全力でやらせていただいて、なのでツイッターでハッシュタグをこう調べていいねするのがやっぱりとても楽しいです。さあ、ということで私が YouTube を上げれなかった理由かっこ言い訳でございました。本当ごめんなさい。チャンネル登録をして待っていてくださった方、本当にありがとうございます。みさこスタイル始まるよって言って全然上げてない、本当ダメいろんな作品で皆さんと関われてたらそれはそれで嬉しいです。ぜひツイッターもフォローしていただければ、今まで映像作ったりとか、あとはテーマソング歌ったりとか、そういったものはツイッターのプロフィールのところに全部ハッシュタグ書いてあるんで、よかったらそれから探って、今遊べるものも結構あるんで遊んでみてください。さて、今回のこの動画、まあ、タイトルにもある通り、私ですねフリーランスになって10周年を迎えました。いろいろあった。なんかちょっとフリーランスを10年やってみてっていうのはまた別の動画で喋りたいんですけど、本当に紆余曲折あって、だってこの10年の間に独立しました、いろんなところで仕事を始めました、間に2年半アイドル挟んでますからねいや間違ってる、人生設計は間違ってるかもしれないけど、やりたいことをとにかくやるっていうことに対しては間違ってはないけど、これからフリーランスになる人とか、まあ、特に今回コロナ禍でね、会社での仕事がなくなってとかあると思うんですけど、
フリーランスになりたい人、あとはなりたての人、なっててうまくいってない人とか結構いろいろいらっしゃると思うんですよ。で、逆に大成功されてるよっていう方もいると思うんですけど、まあ、この10年で私はかなり変わったので、それはぜひ別の動画でお話ししたいと思っております。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。まあ、今回10周年でいろんな環境がこの夏とか、まあ、今年5月以降変わったわけですよ。もっと服は捨てたいとか、あとは家具一掃したいとかもうなんかね、どん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 そのいろんなものを変えたくなってるんですよ。なんでここはいっそのこと、この考えもぶっ飛んでると思うんだけど、名前を変えたいと思います。なんかね、そう思って思っちゃったの。何にしようっていうのをすごい考え始めたわけですよ。だったら企画にしちゃえと思ってと皆さんから名前を募集したいなと思いました。で、この YouTube 撮る前に Twitter でちょっと募集をしたんですよ。こう返答しつつ Twitter のリプとか、私のなんか考えとかを聞いた後、コメントとかでちょっとさらに皆さんの案をいただきたくて、お願いしてもいいですか。こんな感じでリプをお願いしました。頼む、リプくれ。美佐子が新たな名字をつけるのは何がいい。皆さんから本当にね、たくさん来たんですよ。ありがたい。これもう美佐子だけでいいんじゃんってもう思ったの。なんだけどね、私司会業とかもやるわけ。その時に、本日の司会は美佐子です、それ許されんのってリリコぐらいでしょと思うわけ。じゃあ本日の受賞式の司会を務めます彩香ですとかわかるじゃん。まだ何者でもないわけ。それがなんか、本日の司会を担当します美佐子ですってなったら、こうみんな多分ってなるじゃん。から名字が欲しいと思ったわけよ。からね、普通のが欲しい。クリーナー、クリーナー美佐子ってこと。なぜ耳の美佐子。あのね、みんな落ち着こう。食べ、四畳半、違うと思う。食べ、それ美香子、濃さ。これね、わかるよ、言いたいことは。濃さ美佐子でしょ、逆から読んでも濃さ美佐子でしょ、山本山みたいなもんでしょ、ちょっとわかる南南美佐子、南南美佐子、あ、信長南南からか、木田いや、木田美佐子さんは違うの。それなんか私ただ木田さんと結婚しただけになるの。モサルミサコ、いや、ちょ待って、みんな落ち着いて。本当にパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・マリア・デロス・レメディオス・チプリアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ミサコ。後で体育館裏に来なさい。で、地元を応援する気持ちを前面に表したアメリカは美佐子なんていかがでしょうか。地名出た、地名出たよ。富山美佐子、烏丸美佐子、この辺のビッサッカー選手の四条美佐子、清水美佐子、出吉山、カイル、肘畑。一番を目指して一番画数の多い名字、読めないか、一番少ない、おつミサミサさんなので、ミサとかどうでしょうか。いや、これね、実は多かったんだよね。ミサミサ子ね、わかるわかる。私その過去にアイドルやってた時にずっとこうミサミサって呼ばれてて、ミサミサさんって未だに呼んでくれる人もいるんですよ。ミサミサ子になれば、あのミサミサさんって呼ばれてるのも、あ、名前だからなんだになるのね。いや、これはね、ちょっといいなと思って。岡島、ローマ字で書くと岡島美佐子になって、逆から読んでも岡島美佐子になる、回文でおしゃれ。五条か三条このスカットの偉いね、そう、木田沙織さんとかね、こういろんなあのアーティストのプロデュースされてるね、よりこちさんとかね、
そうくんとかね、このあたりはね、あの名だたるクリエイターがさ、三条で盛り上がってる図よ。本当にお前らね、あの五条に関してはこれオンラインパパラッチの1、今年の1月のオンラインパパラッチで私五条幸子役で出てるの。当時からと、なんか名前変えたいな今年っていう話をみんなにしてて、そしたら最初なんか1条だとさ数字下がるし、10条だと京浜東北の香りがするみたいに言ってて、上条とか下条とかなんかみんないろいろ言ってたので、たら来た役名がなんか1個ランクアップした五条だった。でも五条さん、ほらあのパパラッチやった方だったら分かると思うんですけど、ちょっと手癖悪いんで。あ、これで濃さなのかな。ビーチサッカー、帰ってきたゴミ屋敷美佐子は絶対違うし、なんならもしかしたらこの人に関しては名字じゃなくて帰ってきたゴミ屋敷にしてほしいのかもしれない。嫌な雨だね、早くやんじまってくれよ。おいおい、それはいけない、この雨で救われるやつもいる、おめえさん美佐子。しおりたかさん、美佐子の歌は糸編です。リプいただいた方本当にありがとうございました。めちゃくちゃ参考になりました。普通ってさ、自分で決めるもんだと思うんだけど、なんか面白くしたいなと思って、この間の生放送でも木田さんが言ってたんですけど、コンテンツ美佐子だしみたいな感じだったんで、じゃあなんか面白くないと思って募集してみることにもしました。なんで今、リプいただいたやつの以外でも全然一旦 YouTube のコメントで募集はしてみたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今回は美佐子の夏の活動報告と、美佐子名字変えるってよの2本でお届けしました。いかがでしたでしょうか。このチャンネル、よかったらぜひチャンネル登録、そして高評価低評価何でもいいです、ぜひポチッとしてください。そしてコメントむちゃくちゃ読んでます。何でもいいです、コメントください、よろしくお願いします。ということで今回はここまでです。皆さんご視聴ありがとうございました。美佐子でした。バイバイ。